ビデオカマゲーン、今日もよろしくお願いします。ソロキャンプに関するメッセージいただいてまして、まずこちら行こうか。戸塚の越後屋さん、おはやまん、本日初のソロキャンプに挑戦します。花粉症も気になるのですが、妻と子供がママ友と卒園記念旅行に行くのを口実に、これはチャンスと念願のソロキャンプに挑戦です。無事成功し、さらなる沼に浸かるよう頑張ります。無事ソロキャンプが成功するようステッカーお願いしますというメッセージいただきました。でさらにこちらはですね、酔いどれランナーさん、いでたちょうリスナーの皆さん、おはやまん。3度目の成人式を去年終え、60歳動画、キャンプ2年生です。ポチッとして手に入れたガストーチを持って来週キャンプに行く予定です。お買い上げありがとうございますが、ソロなのでサイトを離れてサイト内や近くの山や川など散策に行くのが盗難とかが不安でできません。皆さんは一体どうやってサイトを離れて散策に行くのか教えてほしいです。そんな私にステッカーを恵んでください。ソロキャンプ初めて行きまーすっていう人と、ソロキャンプ2年目でちょっと不安を覚えてきたっていう、このね、なかなかこう対比が面白いお二人のメッセージなんですけどね。まず、卒園記念旅行に、妻と子供が、ママ友と行ってくる。旦那さんが一人で残るので、じゃあ行ってこよう、キャンプ。これはもうワクワクが止まりませんね。それまでずっとこう、買い集めた道具を一気にここで使うぞっていうね、そういう、ね、晴れ舞台ですね。ソロキャンプ晴れ舞台。誰もそれを見て祝ってくれないのもソロキャンプですけどね。で、酔いどれランナーさんが、その、盗難が不安で持ち場を離れられないっていうことなんですけど、これってどうしてんの？みんなどうしてんの？もうあんまり気にせず行くしかない。でも、盗難、まあ、今、あるっていう話ですからね。なので、まあ不安ですよね。なので、絶対にこう、盗まれたくないものは、また車に入れて鍵しとくっていう他ないと思いますね。あと、まあ、最低限テントの中に入れておくとか、まあでもね、多分盗難の人って、こんなこと言ったらもう僕のただの想像になりますから、あんまりね、なんとも言えないですけど、パッと取ってパッと持っていくだろうから、あんまテントの中ごそごそはやんないような気が、まあ、どうなんでしょうね。ちょっと泥棒の気持ちになってないんでわかんないですけどね。やっぱ車の中に入れて鍵しとくのが一番じゃないですか。もしそれでも不安だって言うんなら、まあこれ例えば一つのアイディアですけど、車に、なんかカメラついてるじゃないですか。なんつうんだっけ。ドライブレコーダーですよ。ドライブレコーダーを常に回しとく設定にしといて、後で確認する。うわ、めんどくせえな、これ。うん。でもまあそうやったらね、車の前にテントを張っておくってことですよね。ドライブレコーダーの画角内にサイトを入れ込むっていうことすると、まあ後々何か起きた時に対応しやすいかもしれませんが、まあそこに犯人映ってたとしても家帰ってからだと遅いだろうし、まああんま高価なもの持ってかない方がいいんじゃないですか、最初から。結局は。大人気のもの。辰巳さん、シーズンズランタンとかどうしてるんですか？持ってった時とか。おー。でもソロの時は持ってかないですね。あ、そう。まあサイズ感もそうなんですけど。うん。やっぱちゃんと車にしまえる時だけ。なるほどね。うん。置きっぱなしにしないですね。そうだね。早々に引き上げますね。そうか、やっぱ、大事すぎるものってのは、そういう扱いになっちゃうよね。うん。あと、まあ、グループで行ってる時とかは、うん、割と、そのエリアなんで、あれなんですけど、一人とか。完全一人だとね。持ってかないですね。不安だね。うん。あとね、僕ね、その、キャンプ行った時に、周りの人で、あ、ソロキャンプだなっていうのをこう見た時に、大体の人、いつ見ても椅子座ってます。確かに。だから多分持ち場離れてないんじゃないかな、みんな。ずーっとこうしてる。
で、ずっとこうしてる。なんか冬場のこたつの周りみたいに、うん、もうセッティングして、そう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 、手が届く範囲に全部あるよ、ね。そうそうそう。もうここで全部済むようにしてるよね。うんうんうん、だからもう焚き火台もここに置いて、んで、飲み食い、夜間とかも全部もうここでやるようにして、立ってるとこ見たことないかも。うん、立ってないかも。ソロキャンの人多分立たないんじゃない？しかも高さの低いテントだから。そう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 。立つとね、頭ぶつかっちゃったんですか？なんか、群幕みたいな、もうこの椅子でさえ高いんだよ。高い高い。もう地べた座ってくださいね。こんな感じで、こうで、こうで、こうで、テントもこんぐらいだから、ソロキャンプ、動かない。という結論になりました。こいっちもそんなこと言ってたよ。もう全部身の回りのもの全部届く範囲っていうことだから、俺も一人暮らししてた時そんな感じだったかもしんない。学生の頃。リモコンティッシュ、耳かき、ゴミ箱。冷蔵庫がちょっとあれ。ああ、めっちゃめんどくさいな、もう立ち上がるのな。ソロキャンプってそれだ。基地を作る。そうだね。盗難のことを心配するよりも、クーラーボックス届かない位置に置く方を心配した方がいいかもしれないですね。近く。楽しんでください、ソロキャンプ。ビデオカマゲンでした。ありがとうございました。